こんにちは。国本佳代です。今日の豆皿のデザインです。えっと芯を取ってえー、大体の位置決めが決まったらろくろをちょっと引いちゃいましょうね。ろくろの線を引きます。で、えー、絵の具はよく振ったら。どんな絵の具もそうだけど、ちゃんと絵の具が混ざってないといけないかな。で出したらですね。えー、っとこれと同じぐらいの？ スポイトガールド便利ですこれと今出したのと同じぐらいのお水をちょっと入れてみましょう。うん、最初こうやって入れて、うん、と思った時はスポイトでちょっと滑えるのでスポイトとても便利です。で使う筆、えー、とこれはちょっと太めちゃんもう細いのでも大丈夫だと思うんですよ逆に、えー、そうだな細めのあ太いけどちょっと細いの。 でもこれくらいの長さだったらこ、まあ、こういういの太さの違いが分かると思うんだけどままあこれくらいいでも引けると思いますこう太いのが怖いと思う人はちょっと細いのを持って。でこの絵の具なんですけどこの絵の具が硬くもなく柔らかくもなくで大体、えー、いい1対1のちょっと薄めぐらいから始めるんだけどこのかき混ぜた時のこの感じ。 を見てみてください。そしてえっと筆先こんな筆なので、えー、筆先をこう綺麗に整えます。で、えー、これで結構もうボロボロになってきてるんだけど、筆先がきちんと先端にこうポイントとして点でこう収まるとやっぱりいいですね。でえー、こう構えていくんですけれど。では何でもいいんですね。まあの。慣れない？うちは固定できた方がいいです。固定してえー、っと。 いいいた方がいいと思いますで右利きの人もちろんもう右利きで説明していきますけど、えー、回転をこうさせてから狙っていくで、えっと、片手だとこうブルブルブルってなる可能性があるので私はこっち、えっと、私小指で自分の手を押さえて固定してる感じですねやはりどうしてもあの手って動きやすいんですねだから動きやすいのでなるべく動かないようにで 絵の具を取ったらそ、先端だけこう落としてここの絵の具が下に落ちていくこの、うん、元の絵の具が下に落ちていって、えー、線が描けるので全部根元から落としちゃうともう描けなくなっちゃいますからよく筆に含ませたら先端の方だけこうやって落としてでなるべくぺったんこぺったんこになる。 したら線を引きます。直角に直角に構えて直角に下ろしていく。うん、こんな感じに引けていきますね。もう一本引きましょうかね。 もう一本どこに引くかは、あのー、好みです。えっ、ー、と。内側に引くか、外側に引くか、今回はちょっとやっぱり外側に引きます。外側の方がちょっと難しいです。なぜかというと、ちょっと立ち上がってますよね。ですから、えっ、ー、と、さっき言ったように、直角に当たるように。ってことは、筆が内側にぐっと傾いていきます。気持ち遅いかな。 ちょっと太くなったような気もするけれど、まあこのお皿の場合は焼くと痩せちゃうのでもう一回内側もこの時やっぱりあの息は止めた方がいいみたいですね。息止めると意外と手が安定するので息止めましょう。でこんな風にかけたら次の段階に入れます。 黒のグレーズペンで一番最初に、えー、下書きをした丸の部分丸いのがお花になりますそこをくるん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 ,くるん,く,るんくるんっていう風にリズムに合わせてっていうかリズムよく三つとも書いてみてくださいその時あのー、鉛筆そのものも回すと常に、えー ななシャープな線が描けると思います同じところだけずっと使っていくとだんだん太くなりますよね。ですから、えっと、別にこうあの握ってるあの鉛筆をぐるぐる回して描いています。 筆で書くアウトラインを書き終わったら今度は中に塗る絵の具を選択しますえっと今日は27番 EZ の27番を一滴出して、えー、1対4ぐらいの割合、えー、薄い色は作るんですけれどもあまり薄くなりすぎない1対4ぐらいの絵の具を作って塗っていきます外側から中に向かってシュッ シュッっていう感じで持ってくるんですけど筆にはたたくさん絵の具ががあった方がいいですですから絵の具はしっかり筆に入れて持っていってシュッという感じで塗っていくんですけれどもその時にやはりあのダミーを動かすような感じで要するにえ最初にこうぐるぐる回した花のアウトラインっていうのは黒のグレーズペンなのでやはり当たって筆が触れると 黒の絵の絵具が動くっていう感じですねですからなるべくもうそれをあのお花の色とかをきれいに出したければ当たらないようにビスクに当たらないように絵の具に触らないように今のように入れていただけるといいと思います。えー、下に置くよりもろくろにのせた方がなんかスムーズにいくようなのでろくろにのせてみました。ぐるぐるるやはり同じものを 同じ模様を描くときはろくろの上に乗せると意外となんかやりやすいので、ぜひ試してみてください。あと、絵の具が足りなくなることがあると思うんですけれども、えー、なるべくだったらちょっと多めに作って、色合わせをしないで済むように作っておくと、やはり綺麗なものができると思います。少し多めに絵の具を作ってみてください。 中だけではなくてろくろを最初に引いたろくろの外側にも少し色が入れたくなったようなので色を入れてみました EZ の27番が入れ終わったら今度は、えー、ブルー23番ですね23番の薄めた色を、えー、アクセント代わりに最初にのせた色の上に ラミで乗せています。そうするとちょっとなんていうんですかね、色に深みが出て作品がちょっと面白く最終的に表現できますので、えー、皆さんいろんな色の重ねを楽しんでみてください。これあの下絵ならではのあの面白さだと思います。えー、色を全部入れ終わったら今度このデザイナーライナーってやつですね。えっ、ー、とちょっと えー、アクセントお花の芯とまああのダミーで入れたちょっとしたアクセントのところに3つの点何しは花の中心とおん、えー、同じまあちょっと濃いめの原液でドットを落としても構わないんですけどなんかこの私はこのライナー系は好きですね。えー 白がそのまましっかり出てくれるので是非これは利用価値があるので使ってみてくださいすごくこ,うこのライナーペンって白だけじゃなくていろんな色もあるのでそれもあのよかったら試してみてください私もいろんなものに試して使ったことがありますのでおすすめです。 はい、出来上がりました。こんなマム皿になりました。ではまた。